香港教師に国家安全保障教育セミナーファーウェイ最高財務責任者の身柄引き渡し最終審理アメリカ25年間中国経済をしてきた専門家が懺悔文四川省夜中にダム放水事前通告なし河南省農作物被災に補償0.07ヘクタールあたり約850円 是香港教育局は10日、香港のすべての学校に通達を出し、今後2年間で香港のすべての小中学校を対象に、教師向けの現場ワークショップ、体験セミナーを開催し、国家安全保障教育の推進を強化することを発表しました。 強制的な活動でなければ同ワークショップには参加しないと示す教師もいます。教育局の通達によると、香港で現地のカリキュラムを実施している全ての小中学校及び特別支援学校を対象に、早ければ今月末から2021、2022学年、及び2022、2023学年を半日のコース、 毎回3時間の国家安全保障教育教師現場ワークショップに招待するといいます中学校教師である講師は昨日11日大紀元にまだ学校からの手紙は届いていないがこのワークショップについては参加しなくてもいいなら参加しない参加が義務付けられていてもいい加減に対処するだけだと語りました また彼の学校では約7割の先生が同活動に対してネガティブなイメージを持っているとも語りました教育局がこのワークショップを教師のための専門能力開発日としてあるいは教師のための会議延長として検討していることについて講師はこの活動では活動後に感想文を書かなければならないかもしれないと予測し自分は感想文を書くのがかなり得意だと笑いながら語りました 国家安全保障法が彼の授業内容に影響を与えるかどうかを尋ねられたとき、講師は事実を教えると強調した上、国家安全保障法が確かに教師にプレッシャーを与えていることを認め、なるべく我慢し臨機応変にすると率直に語りました。次の話題では臨機応変ともいかない様子です。 ファーウェイの最高財務責任者であるモー・バンシュー被告の身柄引き渡しの是非をめぐる裁判が4日、カナダの上級裁判所で最終審理に入りました。同裁判は8月20日に終了し、秋にはアメリカに引き渡すかどうかの最終判断が下される予定です。ブルームバーグがカナダの引き渡し裁判の過去のデータを調べたところ、モー被告が引き渡しを免れる可能性は1%しかないと言います。 同報道によると今回の公聴会でモー被告の弁護士はカナダからのモー被告の引き渡しを求めるアメリカの要請には重大な欠陥があり彼女は釈放されるべきだとカナダの判事を説得しようとしたといいます過去の事例を見るとモー被告の弁護士の要求は非常に難しいだろうという分析もあります カナダの犯罪人引き渡し法専門家で刑事弁護士のゲイリー・ボッティング氏はもう被告が勝訴した場合非常に稀なケースであるため注目度が高くなり敗訴した場合は犯罪が行われた場所被害者がアメリカとのつながりがない場合でもアメリカには被告を追及する権利があることを証明することになると述べていますいずれにしても前例になると同氏は語りました もう被告の身柄引き渡しの重要な時期にカナダ人実業家のマイケル・スパバー被告が中国共産党、中共によりスパイ活動の罪で11年の懲役を言い渡されました。またカナダ人のロバート・ロイド・シェレンバーグ被告は中共から死刑判決を維持すると言い渡されました。 中,中国カナダ大使は火曜日中共当局がこの時期にカナダ人男性に対する死刑判決を維持すると発表したのは偶然ではないと述べました身柄引き渡しは変わらない様子ですがウォール街の中国市場への見方は変わったようですアメリカの経済学者であるスティーブン・ローチ氏は中国経済の見通しについての評価を修正したいという懺悔文を発表しました これは中国市場全体の将来に対するウォール街の見方が変化したことを示すと指摘されています。モルガン・スタンレーの元チーフエコノミストであるローチ氏は最近の残悔文で私は今中国の将来に深刻な疑問を抱いていると述べています。彼は過去25年間中国の経済発展について楽観的な見方をしてきたが今は深い疑問を抱いていると述べました。 その理由は中共が国家による企業支配の戦争を開始するかのように有力産業を粛清の対象としているからです台湾の最新メディアの謝金華会長は執筆した記事の中でかつて中国投資の代弁者として活躍し中国には非常に強気でアメリカには非常に否定的だったローチ氏が今回残悔分を発表したことはアメリカのウォール街の投資会社への謝罪であり ウォール街の金融機関が中国への投資を見直す重要なターニングポイントになると述べていますローチ氏の後に続き中国市場に警鐘を鳴らすウォール街の人々がさらに現れましたブルームバーグによるとマディ・ウォーターズの創業者であるカーソン・ブロック氏は現地時間9日投資家は過去10年間の中で中共の変わり続ける政策環境を無視することを選択してきたが 今、これらの問題が、かええっって投資家にに打撃を与えるようになたた。と指摘しましま台湾経済大学院南台湾プロジェクト弁公室の江仁山室長は大紀元のインタビューを受けた際欧米では香港経由での金融操作ができなくなったため事前に他のルートでファイアウォールを構築する必要があると述べ影響を及ぼす程度を下げるために投資家に先に離れるよう呼びかけているといいます 8月10日付の環球時報が引用した消息筋の話によると、在香港アメリカ領事館は最近、一部のアメリカ企業と会合を開き、中国の規制強化により香港でのビジネスのリスクが高まっていることを指摘し、アメリカ企業に香港からの撤退を促したとのことです。 危険があれば知らせるのは当たり前ですが、中京は通告しないため、人命や財産が失われています。8月9日未明、四川省露州市古林県丹京鎮と近隣の鎮が洪水に襲われ、深刻な被害を受けました。地元の被災者によると、午前1時に事前通告なしにダムから放水され、人命と財産に多大な損失をもたらしたといいます。 中国メディアの報道によると8月8日午後8時から9日午前5時の間に丹啓鎮とその周辺の鎮に暴雨が降り川の水量が急上昇し丹啓鎮淡水路沿いの金流村丹啓上鎮源流村などの広い範囲にわたる低地が浸水しました現場を撮影した映像には濁った水が勢いよく街中を流れ 建物の1階は水没し誰かが恐ろしすぎると叫んでいるのが聞こえます探検陣の被災者によると地元のダムは事前警告なしに放水したため川の水位は6メートル急上昇し12階の高さまで浸水したそうです当時は人々がまだ寝ている午前1時頃のことで人が出てくる前に水没してしまったといいます探検の被災者さんは 特大の洪水だが、ダムが放水するという通知はなかった。損失は重大で、犠牲者も出ており、あと3人がまだ見つかっていない。賃全体が水没し、一軒一軒ごとに全て流され、すっからかんになってしまった。多くのスーパー、小さな店など、何もかもダメになり、中は浸水した。 6 7店舗が崩壊し中には倒壊の危険性のある建物もあるため現在取り壊されていると語りました被災者はダムの放水の通知がなかったせいで人命や財産が多大な損失を被ったことを非難しています現在生活物資が極めて不足し外部からの支援を必要としていますが当局やメディアは報道していません探求賃源流村の被災者、李さんは、 私たちの被災状況はひどいここにはダムがあるのに放水を言わず人が死んだあの川に流されれば命はない家屋が何軒倒壊したのかも言わないと語りました金龍村の住民によると近隣の複数の村や鎮が被災しましたが実際の状況や死者数は報道されていないといいます タン,ケイチン金龍村の村民王さんは今回の洪水は非常に激しく損失が比較的大きい家が倒壊したり人が川に落ちて流され未だに見つからず34人が行方不明だしかし当局は公表していないある養牛場は牛が流されたり倒壊した家屋の下敷きになって牛が死んだまた酒造メーカーの酒全てが流されてしまったと語りました にに隣接すするイダイソンといいったにも被害が及んでいます洪水災害が絶えない中国ですが、その被災保障に批判が集まっています。7月下旬に河南省で発生した洪水災害により、1481万人が被災し、農作物においては約108万ヘクタールの面積が影響を受け、 無収穫面積は約34万ヘクタールにも上り直接的な経済損失は約1337億1500万元約2兆2770億円に達しました中京河南省政府は最近無収穫地に対して約0.07ヘクタールあたり50元約852円の補助金を出すと発表しましたが 多くのネットユーザーは政府の補助金が少なすぎると批判しています河南省の農村労働者である林さんはラジオフリーアジアの取材に対し土地0 0 7ヘクタールあたり50元の補助金は少なすぎるとし次のように語りましたこの50元は確かに少ない政府がどのような考えなのか私には分からない個人的にはこの50元で何か問題が解決するとは思えない 20年前の私の実家の農作業コストからしても肥料1箱0.07ヘクタールにかかる肥料はこの数字50元を超えていた肥料費以外にも出資費人件費がかかるあるネットユーザーは壊れた道路を修復するのに何千万何億もの資金を投入するのに農家への補償となれば50元なのかとコメントしています 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相，绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋 p a t r o n 我是 Zack，下次再同大家见面。